はい、お疲れ様です。元光です。ジジニュースの方のチャンネルになります。今回の話なんですけど、リスナーさんからね、リクエストいただいたようなお話になるんですけど、こちら小林彩菜さんについてのお話なんですけど、皆さん小林彩菜さんって、 覚えてますかねてか知ってますかもと元々も動画であの何回か取り上げてはいるんですけど、一番大きな炎上した話で言うと、え中本での大転騒動の話ですよね。ね結構中本であの長時間滞在してた。で、その時にね、中本から、あのちょっと、あのお帰りいただけますかすみません。他に並んでるお客さんいるんでって言われて、なんで私が帰らないといけないのって言って、ブログに書いて、いろいろね、炎上したんですよ。まあ、細かいことはね、お話しすると長いんですけど、まあそのえ小林さん、あのブログでも、 あのそれ以外にもね、ちょっと人に迷惑かけるようなことを書いてたりしてたりしてるんですけど、まあ、基本的に炎上狙いみたいな感じのブログをね、いっぱい書いてるんですけど、その小林彩奈さんがファンイベント開催したんですけど、10日前までで参加者2名っていうような、<laughs> え全然ファンいねえじゃんっていうような状態で、あのファンイベントがね、行われてたんじゃないかっていうふうに言われてるんですよね、話題になってるんですよ。あとですね あの炎上を狙ってるような内容になるんで、まあ、やっぱアンチがいっぱいいるわけなんですよそのアンチに対してアンチが家を建ててほしいと妄想もということでどういうことだって何言ってんのアンチに対してなんか「家建てて私に」って言ってるみたいなんですよね。<laughs> めっちゃ面白かったんで、まあ、今回ちょっとその件についてね見ていこうかなと思います元光のチャンネルでは時事ュース系のことをお話していきますのでいいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いしますということで、まあ、記事をね見ていこうかなと思うんですけどタレントでブロガーの小林愛菜が9日東京池袋でファンイベントを行った会場では小林や娘が着用していた衣類を安価で売ったり彼女の実家が製造を販売しているパンを配ったりとアットホームな催しとなった ようだということでなんかフリマみたいなことをやってんのかなで終了後小林は控えめに言ってイベント最高でしたと満足げに綴っているまあ、すごく満足したらしいんですけどその状況っていうのをねこの記事で書いてくれてます3月5日のオフィシャルブログ 小林彩菜のブーブーブログで4月9日にファンミーティング的なことをやります。題して小林彩菜のティータイムとイベントの告知があった場所は池袋のエンタメ横丁でトークとお茶会の1時間ということで池袋ですよ。まあまあもう全然人が集まりやすいとこなんですけどワンドリンク付きで料金は5000円とのことだった。まあ1時間お茶会して、えー、5000円ね。うん。まあ全然あのなんだろうな。まあこれ一応小林さんもテレビ出てたぐらい有名人なんで。まあ 5000円って全然そんな高くないんじゃないかなと思うんですけど小林彩菜は2020年に離婚を発表してから DVD の発売イベントを予定していたがということであ,のたあのなんだろう流れ星の え滝上さんかなと離婚してたあの結婚して、その後離婚してたんですよね。で、コロナ禍で中止になっていたため、今回のイベントでファンに会えることを楽しみにしていたということでね、やった、やっとファンに会えるぜって言って小林さん、楽しみにしていたみたいで、しかし、3月31日の時点で、イベント参加の予約が2名しか入っておらず、池袋だよ。 まあ、池袋で有名人が悪臭会するようなもんなんだと思うんですけど2名しか入ってなくて翌日のブログで料金を3000円に値下げさらに小林の実家が営むパン屋の商品であるデニッシュ食パンをお土産につけると発表したということでもういろいろねあのプラスアルファしかもね値下げをするというようなことをね、えー、工夫したみたいなんですけどそれでイベント当日も池袋にいるよ近い人来てねとブログだけではなくインスタグラムやツイッターで宣 宣伝した結果ということで、まあ、こんな感じでね、池袋にいるよ、近い人がないけど、近い来てねーって、どういうこと <laughs> よくわかんないけど、まあ、こんな感じで、あのー、広告してたわけなんですよね、自分のツイッターとかで。で、えー、会場には12人。 12人最終的にだよ、えー、宣伝した結果会場には12人さらに小林のトークが始まってから2人と合計14人の参加者があったようだってこ,ってこれちょっとねどういうことめちゃめちゃ少ないじゃん、うん、で会場では小林と5歳の娘が愛用していた洋服などを10円から50円で販売現在引っ越し準備の最中で段車の中でも生き残ってた服をぜひファンの人に譲りたいと思い立ったというおかげさまでシワシワの服まで 完売でししたたと大感激嬉しかったでねでファンからはお菓子などのプレゼントも受け取ったそうだ何より皆さん忙しい中駆けつけてくれたんだと感動してえ泣きそうになりましたと日頃から何かと批判されることが多い小林氏はファンからの温かい励ましに大変元気を付けられたというということで今後もえ定期的に開催していきたいと次のイベントにも意欲的だったということなんですよねあれだけ 取り上げられてね、えー、小林さんも実際ブログで、えー、いろんな人に見てもらえるね、えー、機会があってよかったです、ね。ファンの人もそれなりについてくれましたっていうこともね、ブログで、ま過去に言ってたんですよ。もともと当時めっちゃ動画にしてたんで覚えてるんですけど、それでも、あの、池袋でイベントしたら14人しか来てくれないんだっていうのは。 <laughs> 大丈夫だろう。あのー、ちゃんとね、やっぱり炎上したりしても、あのー、ブログの内容だとか、発信の内容が、ちゃんとしてたら、やっぱお客さんというか、ファンはついてくれると思うんで、それがないっていうのは、なんかちょっと、悲しいですよね。で、一方で、心からの深夜、小林は心の叫びというタイトルで、ブログを更新とお。で、他の話があるみたいで、8日に、ニュースポストセブンが配信した記事、辻のぞみ3億円豪邸は、アンチが建てた家に、 引用し、私のアンチさん、お願いです。私にも家建ててもらえないでしょうか三億とは言いません、とか言。 なんか辻さんがね、あの辻さんはすごいブログでなんかあのバズってる、バズってうというかな、すごくあの有名な人になるんですけど、もともと有名ですしねで、3億円の豪邸はアンチが建てた家っていうね、まあ、そんな記事があったんですよ。まあ、簡単に言うと、辻さんがね、いろいろそのアンチとも戦いながらブログを続けてきた証だよっていうことで、ね、言ってるんですよね、その3億円を稼げるようになった、稼げるというか、そんな家に住めれるようになったのはっていうことを書いてる記事なんですけど、それを引用して、私の、 アンチもねえぜひ私に対して、えー、家を建ててくださいって言ってるんですけどいや内容が全然違うんですよ。 この記事っていうのが、まあ、その辻さんがですね、あのー、普通に子育てとかいろんなことをブログに書いてですね、まっとに頑張ってきた、その中にアンチが湧いてきて、そのアンチとしっかりもうあの向き合いながら戦って、最終的にね、ちゃんとした辻さんの,あのファンがえしっかりえ増えたということで、そのおかげで3億円の合点にも進めれるようなえブログになりましたよというようなお話なんですけど、それを勘違いしちゃってるんですよね。あの辻さんっっていいうううのは別に炎上を狙ったりだとかそういうことかそこ してるわけでではないと思うんですよ、まあ、もちろんちょっとしたぐらいはあると思うんですけどただ人に迷惑かけるようなことはないんじゃないのかなと思うんですけどねまあ Yahoo ニュースとかにも一切なってないんでそれに対して小林綾画さんの場合は例えば蒙古タンメンの話もそうですけど今人に迷惑をかけるようなことを行ってでそれでブログにね、えー、が炎上してですねその中でもちろんアクセス数は増えていくのかもしれないですけど最終的に残った人たちが少ないってことなんですよねファンとしてでそのアンチに対して私のアンチさんお願いです私も家を建ててもらえ ないでしょうかっていうことでこのの記事の意図が全然ね理解でできてないですよ、うん、アンチが会いたけど最終的に辻さんにはねファンが集まって家を建てたわけであってあの小林さんに対してアンチがあの家を建てるってわけじゃないんだよ。 もうむちゃくちゃなことを言ってるんですけど、言ってることは分かってるから、で、3000万円でいいです。庭付きでお願いしますとかって言って、アンチが買ってくれるわけないじゃん。どういうことで、できれば白い家で 3LDK あれば十分ですと本音を吐ろしたのだって、どういうことだよ。なんで嫌いな人に家を建てるんだよ。て。確かに10年ほど前の辻のぞ美のブログは炎上することが多かったが、それ以上に大勢のファンが彼女を支えていたのは間違いない。 ここういういとなんですよ確かにアンチはいっぱいいたけどそれ以上にファンがしっかりいたよと。けど小林愛梨さんは今池袋でファンイベントしても14人しか集まってくれないんですよ。 うんまあまあ、もちろん掛けがえのないファンだから、それ14人が少ない多いとか、そういう話じゃないかもしれないですけど、それじゃあちょっとね、家は建てれないんじゃないかなと思います。現在はブログだけでなく、YouTube や Instagram もフォロワー数が100万人超えと、えー、元国民的アイドルでインフルエンサーでもある辻にぜひ商品の PR をお願いしたいという企業は多い。どのような意図で小林彩菜がこのような内容を投稿したのは不明だが、アンチになど頼らず地道な活動を積み重ねて、 のファンを増やししてていって欲しいっものだ、まあ、そこら辺が辻さんと全然違うんですよ。なんか楽したい感がすごく伝わってくるんですけど、判事に対して何をお願いしてんのって感じがするんですけどね。まあ、ということで、こんな感じでね、えー、小林彩奈さんが <laughs>。 わけわかんないこと言ってるよっていうお話だったんですけど、ちょっとネットの意見を見ていこうかなと思うんですけどね、こんな感じ、あ、これ違うね、こっちだね、え私一般人なんで、ほっといてって言ってなかったっけっていうことでは、あの、猛虎メンの時にですね、小林彩菜さんね、あの、なんで私に援助してね、なんかアンチいっぱいつくんだよ、私一般人なんだよ、なんで私文句言われないといけないのとかって言ってたんですけど、うん、ほっといてって言いながらもう自分個人でね、あの、なんかファンイベントとか起こすんですよ、うん。ブログ活動以外にね、どっちなんだよって。 The cat sat on the あのー、なんか注目されたいのかどうかよくわかんないんですよね。まあこちらちょっとリツイートといいねさせていただきますね。あ元光ねツイッターもやってるんでもしよかったらフォローもしていただけると嬉しいんでよろしくお願いします。あと他には誰がガチで嫌ってる女の家なんか建てるかよっていうか辻ちゃんはアンチも多かったけどファンはもっと多かったそこがあなたとの違いっていうことでね、まあ、こうした意見、えー、元光もさっきお話しましたけどこうした意見がめちゃめちゃ多いんですよ。こちらもリツイートといいねさせていただきますね。あともう一つ、えー、辻ちゃんは頑張っている いのにアンチが炎上させてただけ本人はそれ以上にファンがいて努力していたこの方は炎上目的で炎上してるだけ一緒にしないでいただきたいっていうことで、ね、まあ、こういう意見が結構ツイッター上で、ね、見受けられましたねまあ、リツイートといいでこちらもさせていただきますということであの援助狙いみたいなね、えー、ブログを上げててで最終的にアンチに家えて,ててってわけわかんないこと言ってる小林さんについてのねお話でした皆さんの意見もねぜひお聞かせいただけたらなと思います元光のチャンネルでは。 時事ニュース系のことをお話していきますので、いいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。